ていうかね、第2弾。あれ、まっちゃんが行ったお店なんだ、今から行くところ。すごい。怖いな、大丈夫かな。やば、超すごい雰囲気なんですけど。船ですかこれ。来た、虫来た。爬虫類。ソロメシ TV。 また待ってるね。 OK、 ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。オッケー、大丈夫だ。っていうかね、第2弾来たよみんな。これはもうほんとちょっとね、どうするかね迷ったんだけどね、来ちゃったね。やるしかない。マジでやばいから、ほんとに危ないから、みんな覚悟しといてよ。閲覧注意。いやマジで、ほんとにマジで、マジでマジで、うん、マジ、ほう、いやいやいや、マジ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 。はい、どうもソロメシです。よろしくどうぞ、よろしくどうぞ。さあ始まりました、ソロメシ TV のお時間でございます。皆さんこんばんは。今回のソロメシ TV はですね、北九州のびっくり仰天ヤバい店特集第2弾でございます。待ってました、皆さん待ってました、ヤバい店特集。とにかく北九でここはやべえんじゃねえかっていうお店をですね、私のまあいろんなつて情報も駆使いたしまして、やべえ店潜入してきました。今回ですね、またもうまたまたとんでもないことが起こってしまいました。一体どんなお店が出てくるのか、ドキドキワクワクでございます。それでは今日も美味しいものを求めて、いやいや、やべえものを求めて行ってみよう。さあ、中銀通りへやってまいりました。もうやばいね、もうやばい。何がやばいって、今からお店が超やばい。なんとあのダウンタウンの松本人志ことマッツンがローカル番組のロケかなで、あの数年前に立ち寄ったお店でめちゃめちゃ美味しいって絶賛したらしいんですよ。そこ行く今からね、やばいやろ。だけどマッちゃんが行ったお店なんよ、今から行くところ。名前がね、にゃんにゃんっていうのよ。もうちょうど中銀通りにあるのよね。わあ、もうほら、もう並んどうもん、めっちゃ並んどうやん。まだオープンしたばっかりなんですけど。マジか、すごっ。はあ、ここのどうやら肉焼き飯がやばいらしい。もうまっちゃんも絶賛のお店らしいから、非常に楽しみでございます。それでは行ってみよう。よ、半端ないね。ニャンニャンさんに入ってきました。じゃーん、すごい、やばいね。ニャンニャンさんといえばこの肉焼き飯、超中大ってあるんですけど、今日は普通サイズ中で。それではいただきます。あとね、スープがついております。ラーメンスープでしょうか。ちょっと肉からいってみようか。結構細切れにしてあるんだね。こんな感じ。油がすごいね、うまそう。あ、うまい、おいしい。甘めの味付けで、あ、これご飯行きたくなるね。早速焼き飯行ってみよう。か、ほら、焼き飯が黄金色でございますね。あ、うめ、鳥系だね。
お肉と一緒に。うん。あ、うめえ。うん。ああ、なんか懐かしい味だ。結構ボリュームがすごいね。うん、でテーブルはね、テーブルはこんな感じ。これなんだろうね。ラー油かな。ラー油っぽいね。ラー油にソースとニンニクもある。で向こう側に福神漬けでそれと紅生姜だね。じゃあちょっと胡椒かけてみよう。あ、やべ。かけすぎた。かけすぎた。まあまあまあ、混ぜれば大丈夫。いや、でも胡椒はね、絶対うまいと思う。あ、ほら、うまっ。うん。スープ飲んでみましょう。あ、結構塩辛い感じ。うん。福神漬け入れましょう。あ、うまい。ボリューム満点、すごいね。大盛りは半端ないと思うよ。ヤギ肉焼き飯最高っす。うわ、うまい。おすすめだぜ。風が強いね。さあ、続いてのヤバい店なんですけど、風が強いね。どうにかして風やべー。やまんかいな。続いてのヤバい店なんでございますが、ここはですね、小倉駅のすぐ近くでございまして、大原の専門学校がある通りでございますね。で、ここがウォールの、この前オープンしたばかりのウォールのね、あの賢秀くんが紹介してくれたお店で、もうとにかくソロメシさん、ここの店ヤバいですから行ってみてくださいと、うん、来てみました。もうね、雰囲気がヤバいらしい。何があって、超入りづらいですよって言われて、そんな店って言ってさ、多分ね、場所はこの通りになるんだよね。っていうか、もう怪しいよね、ここが、この通りがちょっと怪しい。怖いな、大丈夫かな。やばいっすね。で、なんかね、名前は、お店の名前はイエスっていうんですよ。北九州では珍しいトルコ料理になるのかな、ケバブ専門店のお店なんですよ。うん、でめちゃめちゃ美味しいらしいのよ、そのケバブが。あー、もしかしてここじゃない、これじゃない、この紫のこの通りで、ひときわちょっとなんかヤバそうな建物なんだけど、これだよね。あ、これだ、これ。そうそう、もともとなんかキッチン Q っていうお店だったのかな。で、そこを、これはちょっとあれなのかな、リニューアルというか塗り直したのかな。パープルのまだ、あー、イエスって書いてある。ほらほらほら、あった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 、イエス、2階だね、これですよ、これ。大丈夫かな、お邪魔して。うわー、入りにくここの2階らしいのよ。お邪魔してみましょうかな。お邪魔します。うわ、この階段がもうやばいもん。やば、超すごい雰囲気なんですけど。うおー、もう怖いね。やば、うわすごい、どこに行くんだこれは。うわうわ、かっちょえ。
超気に入ったんですけど、ここイエスイエスってさ、お店の名前なんだけど、イエスって聞いたら、前ハワイとか行った時にイエスショーっていうのがあってさ、もう何でもかんでもイエスっていうやつがあってさそれを思い出してしまってやってまいりました、ケバブ専門店のイエスさんに。で、あれね、ケバブはもちろんそうなんだけど、ケバブライスとかもあってさ、ケバブサラダ、ケバブサンドにケバブライスにケバブサラダ、すごいね、何でもケバブ尽くし。で、結構ね、トルコ料理の一品物もね、いろいろあるんでございますよ。お酒のメニューも結構ね、多いから、夜来るのも雰囲気また一段と変わるらしいんで、いい感じですね。で、今回、私、はい、王道のケバブサンドでございます。うわ、めっちゃうまそうやん、これ。で、ソースが選べるのよ。何種類かソースがあって、オリジナルソース、ハニーマスタード、ヨーグルト、サウザン、キーマカレー、ちょっと辛いチリ系もあるみたいね。今日は私、やっぱりオリジナル、最初はやっぱオリジナルでしょうということで、オリジナルソースにいたしました。で、セットメニューでポテトと、このピクルス、ピクルスちゃんが、私の大好きなピクルスちゃんがついてきます。で、あとドリンクセットにしたので、今日はコーヒーではなく、ドクターペッパー、なんかドクターペッパー気分だね。それでは皆さん、乾杯、キャンピング。あー、うめっ、めっちゃうめっ、久々飲んだドクターペッパー。それではケバブ行ってみましょう。超分厚いんですけど、見てこれ、船ですか、これ箱舟が来たよってくわー、やば。さあ、それではいただきたいと思います。いただきます。うまっ、なにこれ。このオリジナルソースがうまいね。で、お野菜も結構ね、下の方もりもり入ってる。ほら見える？え、この何これ、バンズ、なんていうのこれ、ピタバンズっていうのって、これがめっちゃうまい。なんかね、いろいろ試行錯誤して、オーナーさんがね。で、揚げ焼き、最終的にこの揚げ焼きに今なってるらしいけど、うまし、超うまし。ああ、男はワイルドに行けよ。で、ドクターペッパーよ。あー、うめえ、うまいな。あ、これこのまま食べればよかったのかな。まあ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 、もうない、もう最後の一口になった。早っ。ケバブサンドってこんなうまいんだね。もう一個いけるね。他のソースもちょっと試してみたいね。で、ポテトがついてます。塩がいい感じに効いてる。美味しかった。めっちゃうまい。こんな美味しいケバブサンド初めて食べましたけど、次なんかちょっとケバブライスとか食べてみたいね。イエス、最高。うまっ、美味しかった。ぜひ皆さん来てみてください。おすすめでございますよ。なかなか怪しい雰囲気になると思いますけどね。サッと入ってください。サッと、躊躇せずサッと入ってください。さあ、魚町にやってまいりました。いやね、もうね、今回ね、ここの店が一番やばいかもしれない。ちゃー怖っ。今年5月にまだオープンしたばっかりのお店で、カフェ&バーのお店なんですよ。で、お昼がカフェで、夜からバーになるみたいなんですよね。ん？何がやばいかって、このお店なんと昆虫食があるんです。きた、虫きた、やばっ。とうとうその飯、虫に手を出します。違う、最先端や。一回ぐらいは虫食っとかんとさ、いつかみんなもう虫食べるようになるかもしれんじゃけん。爬虫類とか小動物とかもいるみたいで、結構触れ合い系のカフェなんですよね。で、結構そういうのはあるじゃないですか。でもね、昆虫食はなかなかないよ。もう虫を食べる時代ですよ、皆さんね。あー、多分ね、この辺、あったここじゃない。じゃーん、ありました、爬虫類。エキゾチックアニマルパーク、じゃん。それでは潜入してみましょう。いや、でもね、もうちょっとめっちゃおしゃれなんですけど、結構エキゾチックアニマルパーク。
ゾチックアニマルパークへやってまいりました。ちょっとお客さん多いから小声でいくけど、なんと約50種類の爬虫類と小動物がいるカフェなんですよ。で、その動物とか爬虫類たちと触れ合いながらお茶ができるという時間制になってて、1時間1500円大人の方で入場できます。で、なんとソフトドリンクが飲み放題といただいております。北九州ではなかなかまだ少ないんじゃないかな、こういうカフェは。本当にじゃん。昆虫食が食べれるんです。やばない？これ昆虫食だけかと思いきや、ザリガニとウシガエルもいました。やば。なので今日は昆虫とカエルのフルコースで行ってみようかな。じゃあまずはウシガエルさんの素揚げの方から行きたいと思います。足の方ですね。これさ、これどこ、これが右だよね。とりあえず割ってみようか。カエルを。ああ。わあ、でも結構身がプリプリしてるよね、これ。これがカエルの桃になるかな。おお。美味しいじゃん。これさ、カエルって言わんかったらわからないの。これ結構美味しいっすね。あ、見てますよね。食べたことあります？まだない。なんじゃそりゃ、食べたことないかい。鶏と魚の白身の間ぐらいの。でもね、弾力は半端ないね。めっちゃ飛ぶんやろね、カエル。足の筋肉が半端ないけどさ、身がギュッてなってる感じ。筋肉っすね、カエルさん。あれかな、夏の方が活発やけん、美味しいかな、夏の。さあ、それでは皆さん、メインディッシュの昆虫でございます。今回ですね、メニューはコオロギ、バッタ、スズメバチ、この3種類詰め合わせにいたしました。はい、爆盛りっていうやつですね。一番上の子、はい、コオロギです。これ参ります。エビかもしれない。いや、美味しくない？結構。ちょっと待って、みんな、コオロギ美味しいよ多分。なんだろうな、素揚げで揚げてあるんでカリッカリと思いきや、結構リアルな食感があるね。ちょっとプニュ感もあり、エビっぽいね。ちっちゃいエビっぽい。ほんとコオロギですよね、これね。はい、え、うまいっすね。でも、いや、びっくりしました。ちなみにですけど、どれが一番美味しいですか？おー。じゃあそのスズメバチちょっと行ってみましょうか。うわー、やっばいなこいつ。お酒に合うかもしれない。ちょっと深みのある味。香ばしさもあるのかな。うまいね。みんないけるよ、こんじゅう。さあ最後よ。これが俺ちょっと怖いもんね。バッタよ、バッタ。いやー、すごい。足は取ってあります。足が入ってまるといかんけね。おお。これもちょっと苦味ある、若干。バッタも。いや、でもね、美味しいよ。全然いける。コオロギが一番うまいね。びっくりするよ、みんな。ほら、コオロギうまいわ。初昆虫食、なかなかの、なかなかのお味でございましたね。北九州で昆虫食を味わえるところでね、多分まずこの店しかないと思いますよ。ソフトドリンクでね、動物と触れ合いながらこう昆虫食もいいですし、夜ね、あのバーになるらしいので、お酒メニューもこうなるとよ、すごいっちゃう。で、夜はなんかちょっと雰囲気良くなるんですかね。ね、バージョンになるらしい。その時はお酒飲みながらつまみにコオロギ、バッタ、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、エキゾチックアニマルパーク、最高。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。みんな遊びに来てみて。大町だからね、大町。地下ね、地下。